Abrázame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más。はい、テザー放送、テツオです。お疲れ様でございます。はい、今日もやりましょうか。まあ、昨日の続きとして聞いていただいてもいいはいいんですけどね。経過物の今日は売上発表をしたいと思います。売上、5月の売上ですね。まあ、大体概算で出ておりますので、昨日の話の続きとしてお聞きいただきたいなと。まあ、昨日はですね、個人事業主なめんなよと。わりかしちょっと跳ねしめな言葉で、言わせていただきました。やっぱり甘い世界ではない、独立開業、自分で商売をするというのは、やっぱりリスクを背負い込んで、そして大したことないリターンを取る、まあ、大したリターンを取ってる人、100万を超える売り上げのある人もいますけれども、まあ、そうでもない人もいたりとかですね、やり方が悪かったり、どうやっていいかそもそも分かんなかったりとかですね、まあ、いろいろ大変でございます。なのでですね、しっかりとした覚悟を持ってきていただきたいなという、思いを込めて昨日の動画を撮らせていただきました。そしてまあ偉そうなことを言っているおじさんはいくら稼いでるんだいと、よしよしと、聞いてやろうじゃないかと、そういうことでですね、まあ、昨日みたいにこう、激しめな言葉で覚悟しろみたいなことを言って、まあ、いくら稼いでるとか言わないみたいなのは、まあ、わりかしフェアじゃないかなと思ったので、今回は直近の5月のですね、売上を、発表したいなと思います。まあ、僕はですね、まあ、軽貨物やって、まあ、2年ぐらいなんですけど、今は冷蔵冷凍車、冷凍車はですね、軽の冷凍車、を使って仕事をしておりますね。まあ皆さんのようにバンではなく、箱型、冷凍車、冷凍箱を積んで走っていると、こういう仕事ですね。そしてまあ何度も言っている通り、まあ毎回見ていただいている人はわかる通りですね。僕はご存知の通り仕事があんまり好きではない。好きではないというかなるべく働きたくない。働かずに大きなリターンを得たいと、まあ大きくなくてもいいんですけど生活できるだけのお金が欲しいということで、まあまあ日々暮らしているわけなんですけどね。まあある日ですね、リクソンという、まあ名前出しちゃいますけど、リクソンという友人がいるんですよ、僕には。で、マイケルさんという友人もいるんですけど、そいつら、アホ二人がですね、ライブをやっていたんですよね、YouTube ライブやってまして、そしてですね、まあ YouTube ライブなので、そのリクソン家でやってたんですよ。リクソンの家でやってたんですけど、これ見てくださいよと、でっかいテレビ買ったんですよ、みたいな、どうせ AV しか見ないようなテレビ、でっかい、50インチだか60インチだかわかんないような窓、みたいな、そういうなんかテレビをですね、リクソンが買ってたんですよね。そしてですね、これも映りもいいし最高ですよみたいな、どうせ AV しか見ないくせにそういうことを抜かすので、僕がですね、ね、そんなでっかいテレビ買っても見る暇ないじゃんってか、このコメント入れたんですよ、僕は。そしたらですね、そのリクソンがですね、その僕のコメントを見て、うん、確かに、まあ、仕事忙しくてテレビ見る暇ないけど、僕らは見る暇ない、リクソンがですよ、僕らは見る暇ないけど、哲夫さんはテレビ見る暇たくさんあるじゃんって言ったんですよ、あいつが。この野郎と思いましてね。僕もね、それなりに働いていますのでね。軽貨物の車を運用しての仕事は、そんなにギッチギチやってません。もちろん、リクソンのようにですね、1日10何時間とか、100連勤みたいな、そういう真似は僕は、してません。なのでですね、一見ですね、リクソンみたいな、人から見ると、僕はもう、楽勝でテレビ見る時間なんかたくさんあるぞと、思われているのかもしれない。ただですね、僕も運送物流、軽トラックを、運用しての仕事だけではないので、その他の時間を、もう起きてから寝るまでずっと使っておりますので、やっぱりですね、テレビは AV ぐらいしか見る暇はないと、こういうことを、こういう段取りに、なっておるわけですね。はい。早金額言えよとね。今日はちょっと、知らないふりして、何分か引っ張ってみましたね。はい、すいません。まあ、発表しましょう。合計でですね、51万2000円になります。細かいのはしょってありますね。はい。で、51万2000円。これ、まあ、運送物流のみ、の、売上ですよ。になりますね。5月。5月は、まあ、ゴールデンウィークありましたけれども、だいたい21日ぐらいの稼働です。まあ、ゴールデンウィーク休んだり、まあ、後半の方休んだりとかですね。あと、冷凍機のメンテナンスに出したりとか、あと、キャンプ行ったりとか、まあ、ボケットしてたりとかですね。20日か21日か、ちょっと微妙なんですけど、その辺ぐらいしか、5月は働いておりません。すごい。
ですね。はい、完全に週休2日取っているという、そういう感じですね。内訳をお話ししましょうかね。はい、内訳。ギグエコノミーと言われる、マッチングアプリで仕事をいただくサービスありますね。まあ、皆さんご存知の、P 社、であったり、H 社であったり、まあ、あとはですね、フードデリバリーの、U 社であったり、あと、DMC みたいなところとかですね、まあ、いろいろあります。ひっくるめてギグエコノミー、まあ、ギグエコノミーひっくるめてと言っても、僕は P 社しかやっておりませんが、P 社からの収入、はい、こちらがですね、まあ、だいたい約26万円でございました。はい。で、僕は、あんまり、なんていうんですかね、チャーター便みたいなのはほとんどやらないんですよね。まあ、大ちゃんマンなんか見てるとですね、割かしか建材系のとか、DMC のとか、そういうチャーターを、もうどん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 入れて積み重ねていって、何十万みたいな働き方、そっちの方が多分正解だとは思うんですが、僕は結構、チャーター便はめんどくさくて、予定が組みづらいので、やりません。そして出前か、あ、ごめんなさい、DMC であったり、フードデリバリー、僕嫌いです。なので、やりません。やりませんと言っても、スコアの関係上ですね、ちょいちょい、いたずらしてはいます。今日2回やったとか3回やったみたいな。まあ、それも一応売上に含まれていますけれども、まあ、全部、トータルで P 社の仕事をひっくるめて26万円5月ですね。はい。そして、また、あと、別なところから、協力会社さん。はい。協力会社さんたくさんいますので、まあ、協力会社っていうのは、直受けではないですけれども、まあ、そちらの会社と、まあ、提携関係みたいな、そういう感じでですね、僕の仕事も、そちらの方に、僕ができなければ振ったり、向こうからもらったり、という、協力関係にある会社さん、ですね。こちら、L 社さん、まあ、仮に全部、こういうアルファベットを呼びますけど、L 社さんから、だいたい4万9000円。これ、4件、やってますね。はい。4件やって4万9000円ですね。はい。そして M 社長。これまあ、社じゃなくて M 社長と言いますけどね。M 社長の方の、売上が、約15万円ですね。これは5件やっております。はい。このまあ、M 社長の方の15万円はまだ確定はしてないので、これが16万になるか17万になるかわかんないんですけど、あえてちょっと安く見積もって15万円ですね。はい。そして S 社長。はい。まあ、S 社長からいただいた仕事。はい。こちらがですね、5万3000円。これが、仕事1件ですね。はい。1件で一撃5万3000円の仕事をいただきました。ということでですね、これ、P 社のギグエコノミー。そして、協力会社さんの L 社さん。そして、M 社長、S 社長、からいただいた仕事。全部合算して51万2000円。という、僕の5月の売上になりました。はい。まあ、冒頭でも言いました通りですね、リクソンがテレビ見る時間、鉄夫さんならたくさんあるでしょうと、言ったぐらい、余裕のある、働き方をして、このぐらいの、運送物流のみ、の売上51万2000円になりました。いかがでしょうかね。まあ、運送だけでも、まあ、このぐらいはもらえますよと。あと、まあ、僕には、その他の、運送物流以外の、収入が、いくつかあります。まあ、この、もちろん YouTube もそうですね。はい。あとは、まあ、物販であったり、まあ、記事を、書いたりとかですね。あとは、メルカリみたいな、突発的な、収入も、今月は、5月はなかったのかな、1件ぐらいあったかな、みたいな、そんな感じですけれども、まあ、それら全部合わせると、僕の収入というのを全部合わせると、だいたい70万ぐらい、でした、5月は。はい。なのでですね、まあ、運送物流が、まあ、ちょっと暇で凹んでも、やっぱりその他で、やっぱり20万ぐらいの、ボリュームがありますので、そんなに生活に困ることはありませんよ、と。こういう感じ。そして、暇を持て余していると言われてますけど、運送物流やって、終わった時間に YouTube もやっぱりこれ10分撮ってですね、10分見返して10分アップロード30分、という話は、してますよ。してますけれども、やっぱりですね、やってる方は分かると思うんですけど、やっぱり10分で撮ると言っても、ここにドンと座ってポチッと押して、いきなり10分話せるかといえば、そんなことはないんですよね。僕も一応台本と言われるものを、結構書きます。まあ、ここ手元に台本、まあ、あるっちゃあるんですけど、これ今日の、お金出てるやつ、まあ、この台本ベラベラ、こう、結構書いてあると思いますね。はい。この台本を、1枚書いて、それに乗っ取って、まあ、
この段取りだからここを1番目に話そう、2番目こっちだなみたいな、わりかし段取りよく話そう、と聞いてもらう人がですね、あんまりストレスなくすんなり入ってくるように、会話の構成考えようということで、まあ10分とは言ってますけれども、あの実際は10分では取れません。そのまあネタを考えたり、そしてはまあネタをこうあの台本にしたり起こしたりっていう、そういう作業もありますし、まああとはですね、まあいろいろ別な商売もやってるので、そっちの方の、まあ時間を割かなければいけなかったりとかですね、人に会わなければいけなかったり、やっぱりこのまああのエルシャさんにもあのちゃんと僕自分ではビシッとスーツ着てあのひげ剃ってですね、その時はですよ、あのでちゃんと街中の事務所まで行って、あの低山の人と言いますと、こういうので仕事いただけませんかみたいな、やっぱりこのまあ営業とまではいかないんですけれども、やっぱりあの顔合わせみたいな感じ、まああのこの M 社長さん、あとは S 社長さん、まああとは T 社長さんという方もいるんですけど、T 社長さんは5月仕事いただけませんでしたね。はい。待ってますよ。はい。ということでですね。まあ、こう、営業活動的なことをやったりとかで時間取られたり、お金使ったり、そしてまあ、行ったからといってすぐに仕事をもらえるわけではなかったり、でまあ、やっぱり最初の1回はお試しみたいな感じでいただけたりするんですよね。この仕事、まあ、まあ、試しにしくじってもいいから、こいつやらせてみよう、この間挨拶来たからみたいな、その仕事を、完璧にバシッとやって、ありがとうございました、またお願いしますっていうのを、やっぱり2回も3回も4回も5回も繰り返していって、こいつ意外と信用できるなと、ちょっと使ってみるかと、こういう風に、最近やっとようやくなってきたと、それでまあこのぐらいのもうダラダラ仕事したりしなかったりで、このぐらいの売り上げになりましたよということでですね、運送物流51万2000円、まあ全部ひっくるめて70万円ぐらいの、5月売り上げでフィニッシュしました。いかがでしょうか。高いと思うか安いと思うかは人それぞれだと思いますし、僕自身はもうちょっと頑張ってですね、あっちのボリュームもこっちのボリュームも増やしていきたいなと、思っております。頑張っていきたいなと思っております。なのでですね、まあもう一回、最初の話に戻りますけれども、個人事業主やり方によっては楽して、まあそれなりの額稼ぐこともできます。ただですね、簡単ではありません。自分で商売やるっていうことはリスクも背負い込みますので、大変だと、ただ大変だけど自分だったらもうなんとかなるぜ、やってやるぜと熱い思い、そして経験値であったり、バイタリティであったり、もしくは体力でかましてやるぜみたいな人もいると思います。そういう自信がある人はぜひ来ていただいて、じゃんじゃん稼いでいただきたいなと、このように思います。はい、以上テザン放送テゾでした。ありがとうございます。2回にわたり、ちょっと軽貨物のお話しましたんで、次は、トラックのお話、そしてまあおっさんヒストリー、てっちゃんヒストリーにしようかな、そういう話も、次からやっていきたいなと思います。以上です。ありがとうございました。ごきげんよう。